どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、編成難易度を少し低めのウルトラ編成で、裏マンジョ破壊していこうと思います。まあ、パティも使ってないし、ショーテルも使わなくていいので、比較的組みやすさはあるかなと思います。必須キャラは、スオーとカリドラのみ、他は代用効くんで安心してください。武器含めて全て代用が効きます。はい。で、まあ、先に言っておくと、スオーに関しては、現在交換所で取れます。で、こいつは、ほんと軽減ループワークとして破格な性能をしていて、特にウルトナ、ロイヤル持ってる人あたりは、もうこれ必ずね、確保しといた方がいいかなと思いますので、今回 S ランキャラとして評価しております。なおさらね、この遠征組もうと思ってる人は、ぜひ交換所に行って交換してください。アリドラは、もう俺は人権っつったから、これはどうしようもできない。これは絶対にも最強です。はい、編成紹介していきましょう。まずはリーダーウルトナからです。遅延4つ、神キラー2突に、こちら、マム武器継承ですね。代用はエクシアもしくはメイメイトタス。でも持ってる人はショーテルですね。まあ、編成難易度低めで、僕、ショーテル編成難易度低いとは思うんですけど、まあ、実際入手難易度も結構高いのはね、事実だと思うので、代用はエクシア、メイメイトタスがおすすめです。で、弱化ドロップ打ってきていい人はショーテルもありです。はい。で、続きまして、スオーです。雲耐性に遅延4つに HP 強化2突。そして、ラードラゴン武器継承ですね。闇ラードラは創作化プラス2ターンヘイスト以上なので、メビウス、EDA、ミリア武器等が代用枠で使えます。はい。創作化最悪捨てればいいと思うので、創作化捨てる場合に関しては、スキブヘイスト武器で大丈夫です。泥強化とにかく欲しいので、闇ラードラ採用してあげてます。で、カリドラですね。浮遊消せない回復潜在つけてあげて、アシストがメタトロン武器です。メタトロン武器代用は、回収やグリゴリー、もしくは椿あたりが代用で使えます。まあ、回収が完璧な代用になって、HP 少し減りますが、グリゴリーや椿も代用枠としては十分使えるかなって感じになります。はい。で、続きまして、アルバートです。ここが代用がややこしいんですが、とにかく、バルディターンやクリスマスカーレットが使えます。覚醒無効回復スキルを持っていて、初手打てることを前提に、あとはアシスト回復、潜在が付けれて、だから L 字持ちね。で、かつ、暗闇耐性持ってるキャラを採用してあげてください。で、今回はアルバートが、該当していますので採用しております。代用はバルディターンやクリスマスカーレットですね。で、ズゴックの枠をパティみたいな、アシスト無効回復詰めるダブル吸収無効キャラにしてもらえれば、この枠は覚醒無効プラス暗闇耐性があれば完全自由枠になりますので、まあ、スキブ2個あってね、適当なキャラ積んであげてください。はい。で、今回はまあ分かりやすくアルバート積んであげてます。所持率もまあ比較的高そうなアルバートですね。暗闇にアシスト無効回復潜在です。そして、アシスト推薦武器ですね。推薦武器、鳴らさず武器に関してなんだけど、これは泥強プラス1ターン無効貫通武器となっているので、ヘスゲンカラとジョダーあたりですね。もうこの二つは最強です、間違いなく。ヘスゲンカラとジョダーが圧倒的におすすめ。で、他に代用として、本当の代用がエチゼン、平等院法。あとはカイロレン等がですね、代用で使えます。無課金キャラの平等院法も使えますので、まあ、とりあえずは組めるかなと思います。ただやっぱり持ってる人はヘスゲンカラとよりジョダーが最強。ナルサスもでも指延長あるんで、これもね、すごい優秀なキャラだとは思います。はい。で、ズゴックです。超アクセススキブプラス遅延4つに HP 強化2突。アシストはボンド武器ですね。まあ、これは HP モリプラス2ターンヘイストなんで、まずゾロ強モレルマーメイドが最強です。他にはドフラミンゴ、徳がアイアンマン等が使えるって感じになっております。フレンダーウルトナ、遅延4つ、神キラー2突にショーテル出してもらってください。という感じになっております。はい、今回ですね、こちらのウルフデイトナ編成を使って、裏マンジョ破壊していこうと思います。代用は比較的できて編成難易度もそこまでは高くないですが、それでも20分切りで安定して周回できるので、使っていこうと思います。やっていきましょう。1階層からやっていきましょう。リダフでウルトナ打ちます。はい。アルバートで覚醒無効回復してあげて、ラードラ打ちましょう。からのカリドラ打ちます。はい。で、からのボンドまで打ちましょう。で、リーダーウルトナ変身で突破していきます。まずは削り。こんな感じで火水光のウェイ含んであげて、まず削っていきましょう。まあこれで倒せるならもちろん OK ですし、倒せない場合は2パンですね。はい、まあ、倒せるなら OK です。はい、倒せない場合はウルトナ打ってあげて2パンしていきましょう。で、こんな感じで殴って突破していきます。はい、これで12コンボ13コンボ組んであげて、このまま倒していきましょう。2パンしていきます。で、続きまして2階層です。2階層は5ターン1コンボ組みましょう。で、まあ弱化ドロップメザムの場合はここの5ターン1コンボはサボっても大丈夫です。その場合は SO が溜まればまあ突破して依頼になります。はい。で、とりあえず5ターン1コンボ組みます。こんな感じでウルトナ変身した後ですね、リーダーウルトナ打たずにひたすら1コンボ組んでいきましょう。これで耐久できるんでめっちゃ楽です。で、溜まり次第 SO を打って大丈夫なので、はい、溜まり次第 SO を打ってください。3階層がまあ SO の打つ 最高のラインですね。3階層で巣を打てないと死んじゃうので絶対打ってほしいんだけど、そこまで完全自由に打っていいです。はい。で、ここも1コンボ組んでいきます。はい、まだ1コンボですね。
大体目安として指現象が消えたらもう OK かな。はい、でここで素を打ってあげてまず殴りましょう。はい、素を打ちますからのウルトナ打ちましょう。こんな感じで火水光のウェイ含んであげて10項目組んでいきましょう。これでまず一発殴ります。うん、いいね。でからのカリドナウルトナで突破していきましょう。カリドナとウルトナ打ちます。はい、でこれで倒していきます。しっかりとウェイ組みながら全力火力出して突破していきましょう。こんな感じ、水全体含みながらしっかりウェイも含んであげて11コンボです。まあ、リダフェルルトナはジャック食らってるんでここはしっかりとカリドラの火力で突破していきましょう。はい、突破していきます。 OK。 さあ続きまして3階層です。3階層は層の軽減ループここまでに必ず打ってもらって、あとはウルトナを打って殴るだけです。はい、ウルトナを打って殴りましょう。でこの突破を押してあげるとコンボ現象も切れてますので、はい、これでしっかり殴れると思います。まずは半分まで削りです。レザフェルジャッカーもこれで消えてますね。で半分時攻撃はしっかり素で耐久です。でウルトナ打ちましょう。これで火水光のウェイ含んであげてしっかり突破していきます。13コンボです。層の軽減ループもここから発動してるので安心なんですけど、一応ね注意点として層はこれ以降溜まっても打たないでください。はい、打つタイミングは8階層からですね。8階層から層打ってあげれば OK です。はい、でまあ、一応8階層で打つって目安にしてますが、まあ、別に実はあの6階層以降ならいつ打っても大丈夫なんで、まあ、とにかく6階層以降に打ってください。で、まあ、ここはすごく打ってからウルトナを打って殴っていきます。はい、必ず6階層以降に打ってもらえれば大丈夫なんでね。 そう、そこまで層は我慢してください。まあ、そんなすぐたまんないから大丈夫だと思います。はい、でこれで14コンボ組んであげて倒していきます。15コンボです。通例火力で破壊していく。さあ続きまして5階層です。5階層は1コンボ3回組んでからズゴック打って殴っていきましょう。ウルトナ打ちます。はい、やばい、やばいってか何もやばくないんだけど、あの1コンボ組みたい選手権の会長してるんで僕実は、ウルトナで耐久するときに1コンボ絶対組みたいんだよね。まあ少なくとも3色消しはしたくないよね、めんどくさいから。アルバートの上とか溜まってるんですけど全く気にする必要ありません。必ず使わないでください。アルバートはもうここからアシスト運用します。はい、ちょっと覚醒無効回復した後は完全アシスト運用ですね。はい、そしたらここズゴックって倒していきましょう。すごく打ってあげてウルトナ打ってあげて突破していきます。はい、そう、初手ね覚醒無効火薬で使った後はアルバート完全にアシスト運用しかしないんですよ。だからアルバートの代用にバルデターンとかが使えるんだよね。はい、これで16コンボ組んであげて17コンボです。さあこのまま倒していきましょう。ワンパンです。 OK。 で続きまして6階層です。6階層は光はアシスト回復してから突破です。闇は結構運ゲーで水エールプラス火の4プラス光含んで倒していきます。はい、とりあえずアシスト無効回復していきましょう。だからね、なんていうの、光に関しては全く焦る必要もないしめっちゃ安心で、逆に闇に関しては初手ワンパンする必要があるからちょっと運ゲーを勝ち抜いてください。アシスト無効1ターン食らうんで水エール含みながら火の4含んで倒していきます。はい、光に関してはもう落ち着いてゆっくりやりましょう。セラーズ倒せば OK なんで、このまま倒していきます。はい、アシスト無効アルバートで回復してあげて15コンボです。16コンボ。さあこのままワンパンしていきます。 OK。
さあ続きまして7階層です。7階層はケスナイ回復を 2way でしてあげるか、もしくは耐久してから倒してください。はい、ウルトナ打ちましょう。はい、これでしっかりとウェイ含んであげて突破していきます。13コンボです。これで神キラーカルコも含んであげてワンパンしていきます。はい、8階層です。ここで必ず層を打ってください。9階層の先制を受けるには層が必須になりますので、8階層は必ず層を打ちます。はい、はい、こいつだったら1コンボ3回組んでからでもいいんだけど、早打ちに打っといた方が盤面荒れなくて安心なので早打ちに打っておきましょう。1コンボ組みます。はい、こんな感じで1コンボ組みます。1コンボ組みます。はい、そしたらここでウルトナ打ってあげて、まずは超根性まで削りましょう。最低コンボで OK です。これ本当に最低で大して組む必要ありません。いい水光のベイぐらい含んであげたらもうこれで OK です。はい、なんでこんなギリギリのパズルしかしないかっていうと、超クライミをあんまり振らしたくないからですね。超クライミ減らすために、まあ、火の上だけでも十分かな。これで削ってあげてから層のコンボ加算を生かすので、盤面6コンボで合ってるよね。層の1コンボ加算を含むので盤面6コンボ組めれば大丈夫です。盤面6コンボ組みましょう。なので落ち着いていきます。火水ね、いきます。これでいいはず。あんならこれは7コンボな気もするけど、はい、層の1コンボ加算を含んであげてしっかり突破していきましょう。層の軽減ループがある状態で突破していきます。はい、これで倒しましょう。さあ続きまして9階層です。9階層ではずらしからのカルダナウルトナで倒していきましょう。空打ちしてあげてカルダナウルトナで突破です。はい、で水光に関してはズゴクからのウルトナ打つだけです。はい、でウェイ含んで倒していきましょう。ドラゴンキラー乗るのでしっかりドラゴンキラーで倒します。はい、これでしっかりとウェイ含みながら12コンボ組んであげて13、14。さあこれで15コンボでズゴックのダブルケーションも含んでワンパンしていきます。ナイス。さあ続きまして10階層です。10階層はカリドラからのウルトナでワンパンしていきます。ただこのルーレットウゼってやつは、まあ一応ここは待ってから突破してあげてもいいかもね。ここで待ってあげるとルーレット消せるので、ルーレット消してから突破するのもありですね。ただ僕はめんどくさいんでこのままいきます。はい、4コンボ15コンボ組んで倒していきます。あ、ワンパンできなかった。やばいやばい、ワンパンできないパターンあるんかい。ほんで遅延食らうのね、やめてやめて、遅延食らうのだけはやめて。あ、でもどっちのウルトナを使うとかで火力変わるからだろうね。ちょ食らいすぎ食らいすぎ食らいすぎ、マジでやばい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 。結構ね普通にねこれ運なんですけど、あんまこんな食らわないんですよね。ちょっと今日ついてないですねマジで。はい、まあこんな感じで火水光のウェイ含んであげて倒していきましょう。ルーレット消してから突破しようと思ったんだけど、遅延食らいすぎるからもう倒します。はい、これで突破していきましょう。 OK、 まあただ別にこうやってリダフでアシスト並走されても、まあ、別に空打ちしてあげてやるだけなんで大丈夫ですね。はい、でウルトナ打ちましょう。あんなのマムとか溜まったら激減スキルだから便利だしね普通に。あ、やべ、あちょっとこれは孫悟空のルーレットを消せなかった俺が悪いですね。ただ全然焦る必要ありません。本当にマジで焦んなくていいっす。落ち着いていきましょう。
ウルトのいいところはこういうパズルミスが許容されているところなんで、そう、これでパズルミスしたから終わりだっていうわけじゃないんですよ。そんな弱い編成じゃないんですね、ウルトナっていうのは。こういうパズルミスをした場合でもしっかりリカバリー効くところが強いところなんで、はい、これで13、14打ってあげて殴っていきましょう。神回復キラー乗るんでワンパンできると思います。はい、これで倒していきましょう。そんな感じで全然リカバリーが後から効くので、なんかパズルミスしたから終わりだとかじゃなくて、パズルミスした場合でもリカバリー考えて次のパズルに生かしてください。さあ12階層です。カウンはズゴック打ってからウルトナ打つだけです。はい、何も難くないですね。ズゴック打ってウルトナ打ってワンパンです。はい、ただそれだけ。ちなみに一応なんだけど、普通にか、あの、なんていうの、ウルトナが弱化とか食らってない場合は光の火力で多分抜けるので、一応火の三消しとかで光と水のウェイ含んで全力組めば、あの、ズゴックなしでワンパンできます。はい、頭に入れててください。次の階層の時短になります。はい、でも今回ね、本来火が来る可能性もあるので、まあこれ打っときましょう。で、ズゴック溜め直してから突破です。でこいつとかは3ターン後なんだっけ、無効貫通だっけ、何してくるか忘れたけど、とりあえず耐久していきましょう。ひたすらウルトナ打って耐久です。はい、あ、ありがとうございます。ヘイスト感謝。よし、いやー、ヘイストありがたいね。いや、ヘイストもう一回してくれるの、ありがとう。マジでしすぎやわ、ちょっとありがとう、ほんまに。ズゴック打ってウルトナ打ちましょう。さあ、これで突破していきます。はい、言ってもズゴックは遅延食らわない編成なんで、まあ大丈夫なはず。よいしょ。さあ、これでしっかりと火水光のベイ含んであげてワンパンしていきます。これでしっかりワンパンしていきましょう。だから一応ね、12階層で緑カウン来た場合はすごく温存できるんで、13階層さらに楽になります。はい、でも14階層です。14階層は1コンボ2回組んでからカレドラ突破するだけです。めっちゃシンプル。まず巣を空打ちしときましょう。ここで楽しめそうだ。はい、1コンボ組みます。でからのウルトナ打って1コンボ組みます。はい、でからのカリドラウルトナ打ってあげて、ちょっとパズル難しいですけど、火水光のウェイ含んでいきましょう。これで突破です。はい、いきます。指も16倍あるしね、アラサス武器のおかげで。オッケー、これでしっかりと火水光のウェイ含んであげて倒していきましょう。で3コンボです。14コンボです。さあ、このままカリドラの力もしっかり含んであげてワンパンしていきましょう。突破していきます。オッケー。さあ、続きましてボス2。ボス2はナルサス打ってあげて全力コンボ2発打ちましょう。で半分まで持っていきます。層の軽減ループある状態で半分まで削っていきましょう。はい、でウルトナ打って殴っていきます。はい、このためにね、アルバートのね、あのスキルは全く使えないようにしてるんですよね。ここで使うようにね、そう、完全温存してます。はい、でまあこれでしっかりと火水光のウェイ含んであげて15コンボ16、17。さあ、これでまずは 25% 削っていきましょう。こんな感じ、十分ですね。削れてます。はい、でからのウルトナ打ってあげてもう一発削りましょう。いきます。指は16秒あるので落ち着いて組みましょう。本当にめっちゃ指長いっす。16秒はないか、でもめっちゃ長いですね、指。はい、これでしっかりとここもワンパンしていきます。15コンボです。16コンボ17コンボ。さあ、これでしっかりと層の軽減発動している状態でナルサス武器の力で2パンで半分まで持っていきます。ここからカリドラ3ターン貯めてください。はい、いいわ。え、16秒ですね、長すぎ。
耐久中は殴ってもいいし1コンボでもいいです。まあ今回1コンボでいきましょうか。時間内前提でやりましょう、せっかくだし。全然これ1コンボで大丈夫なんで、はい。うん、1コンボ組んであげてひたすら耐久です。カリダラ溜まるまで1コンボ組みましょう。ここも1コンボです。まだ1コンボ。OK で、ここからですね、カリドナウルトナ打ってあげて殴ります。はい。あ、弱化ドロップの処理だけしといてくださいね。ごめんなさい、忘れてました、一番大事なこと。あとはこのまま削っていきます。完全1コンボしちゃうとこんな弱化ドロップあんのか。でもまあこれはこれで実は大丈夫で、そう、ここはね発狂入らないように削ります。15、16で、これで一発削ってあげていい感じ。そしたらこっからもう一回カルドラ、あと2ターン1コンボしてため直します。はい、ウルトナ打ちましょう。もう一回ためます。初手はしっかりと鳴らさすべき2パンで削ってあげて、その後カリドラ打って突破って感じですね。逆にもし初手鳴らさすべきじゃなくて1ターン無交換2武器の場合は、その後カリドラ打ってあげて突破で同じ立ち回りをするだけです。はい、ラスト、じゃあここもカリドラ打ってウルトナを倒しましょう。さあ、ということで今回ですね、ウルトナ編成の編成難易度低めで裏マンジョを破壊する動画でした。いかがでしょうか。まあ道中でパズルミス多少しようがね、全然安定していて相当強い編成になってると思います。ではボス階層に関してもね、4発殴って突破することができる編成になっていてすごく一緒だと思いますので、ぜひ組める人は使ってみてください。じゃあチャンネル登録、高評価、お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。